侍ジャパン栗山英樹監督が住む栗山町では優勝を信じこのような旗を作って応援をしています。日本中が注目する一戦、祝日の今日、栗山町の交流施設でも侍ジャパンを応援しようと大勢の人が集まりました。どちらから来られた？茨城県のつくば市からです。栗山監督の地元ということで こちらに来ました。侍魂とアステカ選手の魂のぶつかり合い期待してます。0点で佐々木朗希が抑えてくれると。せーの、栗山ジャパン頑張れ。同点だ、勝てる、勝てます。ギリギリのラインで入ってくれたので、何が何でも入ってくれると思って本当に入ったので、思わず。熱戦が続く中、後志の黒松内町や寿都町を中心に5000戸が停電、テレビが見られない事態になってしまいました。どうですか、この今野球の観戦中にできないっていうのあるし。でも野球は見てますけどね。あ、そうですか、はい、車でですか？携帯で見てます。あ、そうですか、はい、同点に追いついた侍ジャパンでしたが、直後に2失点、追いたくても追いつくことができません。ランナー1、2塁となってバッターは村上。村上信じてました。村上さすがだ。いや最高だね。さすが栗山監督、あそこまで村上をね取っといた、もう素晴らしい。札幌でも歓喜の輪が広がりました。私たちあれ二条市場に行って、で食べ終わって外出たらみんながうわーってなってて、あ、そうそう、え、どうしたって言って見たら逆転した逆転見終わってホテルから出てきたんですよ。大谷選手がホームランと最後はやっぱり胴上げ投手。仕事しながらちょっとすいませんっていうかテレビ出しあるんで、そこはちょっとどうにかできるかもしれないんですけど、ゆかりの選手多いですし、監督も栗山監督ですし、ぜひ世界一を取ってほしいなと思ってます。